やっぱり監督がサインを出すので、中島監督がある程度のもう本当にその試合のシミュレーションを全部立てていきます。メリットはまあ監督が 目をずっと見張らせてもらって、選手が状態いい選手を本当使ってくれるので、やっぱり結果出ますよね。みんな、まあ、オリックスの代わり打線だったりとか、はい、そういった采配の部分についてお伺いしていければと思うんですが、はい、打撃コーチの方がどれぐらいそういうなんかオーダーだったり采配だったりに関与するのかっていうのは、うん、なかなかこうファンの方イメージしづらいところもあるかなとは思っていて、なかなか言いにくいところもあるんですけれども、言える、そうですね、はい、そこはあとは戦略にもなってきますし、やっぱり監督の意図を聞かずに自分が喋ってしまうと、まだ今発展途上なんで、自分たちもまだまだ答えれる範囲では答えていきたいとは思いますね。はい、なんかちなみにそのオーダーに関して言うと、その打撃コーチっていうこの立場からなんかどの程度こう関与するものなんですか？そうですね、そのチームによって多分全然違うと思うんですけれども、ここもどこまで喋っていいのか自分もなかなかね難しいですけれども、基本やっぱり監督がサインを出すので、中島監督がある程度のもう本当にその試合のシミュレーションを全部立てていきます。そのが基本ですね。もう中島監督がある程度、イニングを追うごとにこう初めはこう攻めるぞ、中盤攻めるぞ、終盤こうやって点取りに行くぞ、守るのかどうかっていうことは全部監督の頭の中でシミュレーションしてる中で、誰が調子いいのかっていうような質問ですね。いつもこう誰がいい誰が悪いんだっていうのはまあ聞く時もありますし、監督がもうその直感というか自分がこう信じたところで行くこともありますし、そういうのでうちのチームは進んでますね。まあざっくりですけれども、なんかこう打撃コーチの方の役割、まあ、先ほどこうチームによって異なる部分もあるんじゃないかとかっていうところもありましたけど、例えばその作戦面において言うと、はい、じゃあ日本シリーズがありましたみたいなところで言うと、こう相手の投手の研究みたいなところもこうスコープに入ってきたりはするんですか、打撃コーチの方と。いやそれはもうしますね。打撃コーチが結構、やりますし、まあ、前回今回は村上投手もいました、伊藤投手もいました。右左も違いますし、ボールの球質、球も違います。まっすぐ一つにとっても回転数も違ったりするので、そういうところを見て自分たちがやる仕事というのはそれを選手に、伝えていくことの方が多いですね。監督に伝えるよりも選手に伝えてミーティングをして、じゃあこうやって攻めていこう、こうやって攻めていこうよ、この方が効率よく攻めれるからっていうので行くことが多いですね。だから監督にそれを落とすというのは、たまにちょっと監督こういう変則的なこともありますよ、こういうのがこのチームが相手チームベイスターズがこの村上に対して合わなかったとか、こういろんなチームに合わなかったのを出してきて監督に提出するとこはありますけれども、基本自分たちは選手とコミュニケーションを取って、試合に臨むような形が多いです。日本シリーズ用に用意した作戦とかでなんか言える範囲のものがお伺いできればと思うんですけど、まあまあそうですね、終わってしまったことなので なんともあれですけれども、まあいろんな選手に対しては策は取っていったんですけどね、初戦の村上投手に対しても策は取っていきましたが、なかなかそれが出ずに終わってしまった。最後の青柳投手に対しても策は練っていったんですけれども、やはり向こうの気持ちと、パフォーマンスが上回ってしまったっていうのはありましたけれども、まあ、西投手に対しては自分らがよく知ってるチームの一緒のチームだったので、じゃあここをこう攻めていこうよ、これを狙っていこうよっていう策を取っていったりと、まあいい時もありますし、やっぱり打線っていうのは7回失敗するっていうのはね、3割のバッターを育てるのが大変なんですけど、それを少しでも率が上げれるように、少しでも点が取れれるようにっていうのをやっていく中で、絶対っていうのがないので難しいんですけれども、その選手、そのピッチャーに対しては、まあ、絶対ですけれども、毎試合毎試合、策は講じて、策をなんとかこうしようというふうにはしています。まあ、詳しい話はなかなかね、来年またタイガースと当たる可能性もありますし、全部は言えないんですけれども、はい、そうですね、やってはいました。なんかちなみにこう短期決戦とかでいうと、それこそ今名前の挙がった西投手だったりとか青柳投手って、こう戦前なかなかこう先発してくるってファンの方は予想しにくかった部分もあるかなとは思うんですけど、そういったところは結構こうもういろんな投手幅広く対応も最初から練られてみたいなところではあったんですか、準備期間みたいなところで。そうですね、結構準備の時間はあったので、あとはフェニックスリーグで誰が投げてるとか、いろんなスコアラーの先乗りスコアラーの方とかがみんなこういろんな仕事してくれてて、自分たちだけじゃなくて先に阪神タイガースの、日本一あーリーグ
優勝タイガース決まりましたっていうところぐらいから、徐々に徐々に誰が投げているのかっていうのを先乗りスコアラーの人が情報を集めてきてくれて、おそらくこれが来ますよこれが来ますよっていう話を自分たちに下ろしてくれて、多分これだなというので行くんですけれども、意外にやっぱり新聞がバンバン出てしまうので最近もそれで惑わされる時もありますし、だからあまり情報っていうのは発信できないっていう時代ですよね今は。まあ昔もそうですけれども、今はいろんなのがあるからすぐ情報入ってきてしまうので。ちなみにこれもなかなか言いにくい部分もあると思うんですけど、どの程度当たったんですか、はい、その事前の予想みたいな、スコアラーの方から上がってきたものとかって。事前の予想はそんなにバタバタすることはなかったです。自分たちはあのだいたい来そうなメンバーはピックアップしといて、先に資料と、データを集めていたので、じゃあ今日あれだなこれだなっていうのを入れて、ミーティングするのも当日なので、自分たちはそうです、予告先発がありますし、あのそんなバタバタすることはなかったですね。まあ、最後にやっぱりあの青柳がどこのタイミングでっていうのもありましたし、そこはその前に自分たちが勝ち負けの勝って負けてとか、そういうので多分青柳がここだなっていうのもありましたし、まあね、バタバタすることはなかったです。はい、そういう意味で言うと今、まあ、当日ミーティングでみたいなお話もありましたけど、そのオーダーみたいなところも基本的には当日伝えられる感じなんですか。はい、もうオリックスの場合は当日も当日です。当日も当日です。練習中ですね。練習中もありますし、やっぱり練習の中で状態がいいな、バッティング練習非常に状態いいなこいつ、ちょっとこの選手今落ちてるよね、体疲れてるよねっていうのも監督が練習中に見たり、話を聞いたりしながらオーダー組んでいくので、選手も分からない時もあります。ギリギリまで分からない時もあります。はい、うちはそういう感じで進めます。打順をこう変えることによるこうメリットデメリット、いろんな側面あると思うんですけど、うん、そのメリットみたいなところをどういうふうに捉えてらっしゃいますか。メリットは、まあ、監督が 目をずっと見張らせてもらって、選手が状態いい選手を本当使ってくれるので、やっぱり結果出ますよね。みんなやっぱ息に感じてみんな打席立ってくれますし、こちらもその尻を叩くというか、どん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 行けよ行けよ、さあ行くぞお前状態いいからなっていう掛け声もかけやすくなりますし、チームも勢いが出るのは、非常に勢い出るっていうのが何試合も生まれてるっていうのは正直なところですね。やっぱり同じ選手もいいんですけれども、やっぱり人間調子落ちてくる時があるので、そこでパッと見極めてもらう、まあ、ヘッドコーチもいますし、みんなで見極めてこれがちょっと落ちてるんじゃないかっていう話も、しながらやっていってると、まあ今のところこう3連覇に向かっては来ているのもその一つでもあると思いますし、監督がしっかり見てくれてるヘッドコーチもいますし、そこでいい結果は出てるとは思いますよね。勢いつくのは勢いついてますよね。いい選手が出ていくと、はい、フレッシュな状態でいけるので、みんないろんな選手が出るっていうのもありますし、なんかこうその選手個々人でいうと、はい、長川選手とかでいうと1番から9番まで全部の打順を経験してる、うんところもあったりはすると思うんですけど、そういったところの難しさみたいなところとかあったりするんですかね。そうですね、選手それぞれ、じゃあ啓太、中川啓太がいろんな打順打つ中で、やっぱりその中でも打率がいい打順っていうのはあるんですけれども、啓太自身はやっぱりいろんなところを打っても対応してくれる選手ではあります。でもやっぱり打率が出てくるので、悪い打率も出てきますけど、その中でもいろんなところを打てる選手、みんながみんなが当てはまるっていうわけじゃないので、そこもあの気を使いながら、やってはいますね。やっぱり4番に持っていくと急に打てなくなる選手もいますし、はい、やっぱりプレッシャーになってしまいますしね。そういうので言うと、やっぱり4番って難しいなとか1番難しいなとあるんですけれども、やっぱりそこでいろんなところが自分に合う選手を見極めてるのも、もう何年もやってると 2,3 年やってるとそこに当てはまってくるなっていうのが徐々に出てくるのは出てきてますね今。そこのまあじゃあ性格的なものもあったりするところではある、うん、いやもうその通りですね、性格もあると思います。ご自身現役時代の時はなんかこう何番がやりやすいなとかってあったりしたんですか。自分は全然成績全然出てなかったんですけど、はっきり言っていつもチャンスで回ってこいと思ってました、はい、もうチャンスで回ってこないと仕事にならんと思いながら、まあ打つしか、打つ、まあ、自分は打ってなんぼだったんで、もう常にチャンスでどんどん打席回してほしかったですし、なんかね、あのやっぱり自分の時は谷義朝さんっていう人がいて、村松さんっていう人のオリンピックでもうずっと出てるような人たちが2人外野にいて、あと1人外国人がいたので、自分の実力じゃなかなかっていうのもあったんですけど、雨が降ってきた時とかがチャンスで、その人たちはやっぱ休んでくれる怪我しちゃいけないし、うん、
そう、自分がもう手挙げていきますいきますとか、もう少しのチャンスでもいけて、もう目立たないとね、やっぱりこの世界生きていけなかったので、そういう面ではもう1打席でもチャンスで来てくれっていうのはいつも思ってましたね。そういうタイプの選手もいれば、こう翻って神経質なタイプというか、はい、逆に雨とかなかなかパフォーマンスが残せない選手もいたりとかっていうところもあって、そうです。やっぱりそういう性格を見抜いて、はい、監督もやってくれてますし、自分らもそうやってこうですよっていう話もしていっているので、それが監督の日替わりっていうか、そういう打線につながっても来てると思いますね。